Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセ講師のやすこです。今日も皆さんに、とても役立つフランス語の表現をご紹介します。物事がうまく回り始める、好転すると言いたいとき、フランス語では、ある食材を使って表現します。さて、それはどんな食材でしょうか？正解は、ラマヨネーズプロン。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 卵の黄身と油を混ぜて、だんだん固まり始めたら、マヨネーズができ始めるサイン。それで物事が好転するという意味で使いますよ。さて、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。物事が好転するかもしれませんよ。それでは、ありがとう。